2024年、2月11日。この間、有馬警察署に、ラーメンのスープが盗まれてる件に関して通報して、家帰ってきたいつの間にか冷蔵庫に直してあるっていう。これね、もう、これ、もともと生物だから、これされた人間も捨てた方がいい。で、これ新しい、今日買ってきた、この袋。で、この米袋の後ろ、こういう風なところに、置かれていたんだけども、米買いに行った時かな、いつやろうな。これ、もう、すぐ最近捨てた。で、ラーメンの袋は、まあ、いいか。YouTube にすでにアップロードしてるから。どうしたらいいやろう。レシート、米いつ買ってきたか。さっきのね、お米の方の、奥の方にこう置いておけばね、気づかれないだろうとか、まあそういうふうな、考え方なのか何なのか。で、これかな。電波で今なんか余計な声が聞こえてきて、警察官の声、正直その人怪しい。前殴られた件の当事者である可能性が非常に高い。声が全く同じ、顔もそっくり。で、昔から小学生の頃から絡んだけど、もしかしたら多分幼稚園の頃からや、その男、平田っていうやつ。そいつを生活安全課につけられると。髪の毛染めとった時はそいつが、淡いケースに殴りかかってきたの。その辺でタッションしとったやつやで。これ米買ったの。ね、絹光。日付、今日、時刻まである。ラーメンの麺自体は鍋を作って、その鍋の、まあ中に入れて食べました。で、もうこういうこともずっと延々とやられてるんだけども、だから警察官の中に内通者というか、粟井圭介に敵対する警察官がいて、撮影、絡んできた人間を撮影しただけで、窃盗をすると。で、裁判所に行って確認しました。裁判所の判決何かありますか？私を訴えた件ありますかって聞いたら、ないって言ってます。拘禁念ありませんって。警察官は暴走してる。家宅捜索なんか絶対しちゃダメなの。裁判所の判決なしだったら。で、しかも、理由も、その家の主に聞かなきゃならないの。主っていうのは、そこの居住者、住民票。市じゃないから。こうこうこういう理由だけども、間違いないなって。で、こちらこそ、こんなに絡んでくる人間いて、証拠なかったら、それ YouTube とかにアップロードしたりとか、自分で証拠を持ってなかったら、警察官の人にとぼけられたら、こっちは睡眠不足にさせられてますよって。ね？撮影せんかったら最初が無理なの。だから民間人だけ撮影できなくて、公務員だけ撮影できるんだったら、むちゃくちゃなことできんの。昔から。万博見たらわかる。税金の使い方。それで票を集めて、建築業界はね、労働者が250万人ほどいると。で、そこに仕事与えていたら、票が入ると。で、建築業界だった人間が議員になってるんだから。そういうのを混ざってる。医療業界の人間も。そこも税金。むちゃくちゃなことして終わった後、証拠なんか僕のホームページにいっぱい載せてある。YouTube に。撮影したらダメだって言った警察官全員、調べた方がいい。で、もう罰金払わせた方がいい。無理だって。彼にそのルールはあって。それ彼を殺す方法だから無理だって。って。大真面目に。で、真の目的は隠蔽すること。で、眠れなくなって精神病院に行くでしょ。でも、ある程度精神病院、行った経緯とかいろいろ話してるから、もう多くの人間、が知っている以上、警察官もそれは下手に動けない。国会議員の人にも言われてると思う。っていうのは副官房長官とかが、
そこの春山整骨院に勝手に車止めとる連中に、こう、引押しに来てるから、駐車違反の班。有馬警察署に。正直もういろんな警察官見てきたけども、はっきり物事分かってないのに、ちゃんとこちらのこと言うこととか聞かないで調べないで動く人ばっかりで、すぐ忘れる。忘れてないんだったら淡井圭介を精神病院なんか絶対連れていかへん。すぐにそこの春山整骨院井の一番に取り締まる一番正しい警察官は。あとはアダルトビデオ等に関しての通報に関しても、警察官は動かないで、君が訴えることになってるけどとか言ってとぼけよ。もうそれ刑事でいいからって何回も言っと。民事不介入とかなんか別の内容と、でその次もっとひどい言い訳とか出してきて、性被害者もっと増やすつもりなのっていうこと。性犯罪者と。だ、性被害者だから僕はその強制わいせつされて、しかも両顎を殴られて、あ、だからそいつ多分もともと警察官の、その警察呼びたいらない。根本的に。だ、仕事ってちょっと覚えたらいいだけじゃないから、日々積み上がってきたその状況とか、どういうふうなことがあったかっていうのをノートにつけて、積み上がってきた内容で対応しなきゃなんない。だから一法律だけで物事を考えてるから、だから精神病院の医者の薬も放置してる。警察官が。精神病院の医者なんか全員捕まえたらいいね。先ほどの続きなんですが、まあ先これ撮影したのはね、これもう、まあ、もともと米の袋なんですけども、冷蔵庫の中に、こう、入れてたときに、最初、なかったときにね、こんなにたくさん入ってない状態の時、もう一回こうやって見たんですよ。で、それは特別撮影しなかったと思う。撮影したかもしれない。もうとにかくなかった。で、その、今日、この米袋を買って帰ってきて、ここに置いてある。で、袋からなんか出したりしない。この中からね、例えば、まあ、これでもいいや。こういうふうな、もの、ラーメンに関しては、前からそれやられてるから、こういうふうに、こういうものをね、袋の中にワンセットで入れてる。もともと、例えば食べ物。もう板もこれはこう置いときますけども、もうこういうしょうもないことを何回もされてる。で、こういう細かいこう人を怒らせる行動っていうのを何回かしてるんだけども、絡んでくる連中とかで、男4人組とかで、絡んでくる連中がおる。で、明らかに、あ、こいつら喧嘩売ってきてるなっていうやつら。ジャニーズにもいた。で、それはもう今まで名前を言ってある。で、多い時は10人。もう命の危険感じる。で、その警察官に対する不信感も正直ある。で、あるのはこれ普通。そういうことされたら。で、淡井圭介側の警察官の人たちなら信用できるんだけども、絶対、この人側でいてあげなかったら絶対に無理だって、絶対この人が被害者であるっていう位置づけ。で、正当防衛とかである程度、怒鳴ったりとか怒ったりっていうのもせなあかんし、それ怒らんかった相手は怒ってるっていう認識すら持てない。で、ヘラ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 笑ってる。怒っても笑ってるやつは笑ってるから。もうそれ以上になったらね、怒鳴っても笑ってるやつらなんかどうしたらいいの？これ、こういうふうなことを、集団で行ってきてるから、殴らざるを得ないような人たちが出てくるんじゃないですか。一人対多数の時点でどちらが悪いかなんかもう答えはっきり分かっているから、あと、ここの住宅の鍵誰が持ってるのっていう話で、あと、ここの住宅の不法侵入、あとは警察官じゃないとするのであれば、やっぱりテレビ局関係者とか、この地域の人間とかでしょ。だから、この地域の人間で組んで、銀行を窓口にして金をジャブジャブジャブで流し込んで、だから今まであったのが淡井圭介の頭の中とかを使ってメジャーリーグのバリー・ボンズさんはホームラン、記録とかを塗り替えたのに。もうこれフルーツアパークで証言してるし、向こうも証言してくれてる。球場内で。
で、なのに淡井圭介にお金を渡さないで、ボンズっていう飲食店をアリの仲町の、今、場所で言ったら西松屋っていうベビー商品を置いてるところの隣にボンズっていう、あの辺りに、飲食店ができたんですよ。2002年の頃にね。まあすぐに倒産しましたけどね。ずっと横領してるやつらがおる。で、誰がそのお金の受け取りとかの窓口になってたか、これが重要。会社の役員ずらしてお金の受け渡しを受け取ったりとかをしていたのか。だからこれ行政の人間が窓口でも結局同じになるんです。淡井圭介のお金の取り分は淡井圭介に払わなきゃならない。それを行政が持ちっぱなしだと横領罪になる。これをいまいちよく分かってない警察官とか多くの行政の人間は存在する。本当にこれで怒るなっていう方が無理。じゃあ自分たちが給料を一切払ってもらえなくなったらどうします？仕事をしてるのに。でしょ？もうそれ秀和株式会社で、一切ではないけども、それ経験されてます。経験させられてます。委託金とか、ああいう風なものを個人から徴収して、本当はもう昔からですよ。あれ、個人から徴収したらダメなの。じゃあくまでもちゃんとした、法人登記簿とか出してある会社間投資でしょ。ヤホーレベルの人たちなんか、もう、正直大した、稼ぎなんかないから、だから国も法人税に関して資産がどうこうで、資産の額に合わせて法人税率を決めてあるんであって、もうヤホーレベルはもうそのまま稼いだ金額、A 票、B 票とかに、書き込んでいったらいいって、もうそういう形になってるんですよ。税務署の人は昔からそう言ってるんだから。それはそうですよ。だからもうヤホーの人なんか年収500万なんか絶対無理やから。本当に。で、実際、秀和株式会社の勤務地も、結局、最低賃金法を下回る内容なんですね。もうそれ早々に言ってたんですよ。で、僕にその警察官として勤務した人間が、どう思うって聞いてきて、ちゃんとお金出してもらえる方がええやんなって僕も、それはもちろんって、それはね、こちら働いている側ですから。なんか話通ってないんですよ。聞くだけ聞いただけ聞いたふり？もう裁判所で全部話してもらう方無理。どこの誰が横領したのかわからないから。秀和株式会社も。で、その秀和株式会社に、もう全然知らないそこの従業員じゃない人間がお金を取りに来たとかなんかわけのわかんないことを言い始めて、お金がないんだったら地図持っていくとか言い始めて、俺らもそんなやつ知らんからって、その店長だった人も警察官なんだけども、まあ捕まえたりとか。もう変なやついっぱいこの世の中。裁判所の判決持ってきて言うんだったらあれだけども、ない。手ぶら。で、まだ髪の毛染めとるやつ。もう想像以上にこの世の中変なやつ多いです。で、正直、この警察官がなぜ、その通報して、そのね、まあ、そのタレが戻ってきてる、ラーメンの。じゃあ警察官の事後経過がないのはなぜなんです？これ法律で定められてるんですよ。事後経過、しっかり報告しなさいって。僕にですよ。通報者。であり、その被害者に。だけどもない。もう一回言いますけども、絡んでくる人間、撮影したらダメだって、それなしにせなあかん。本当に。防犯カメラが通ってるのは、悪いことしに来たのは誰かっていうのははっきりわかるから。そんなに言うんだったら裁判所で決着つけたらいいじゃないっていうことだから、じゃあ、こちらからしたら、相手に対して撮影とかしなかったら相手特定できない。さっき言った警察官の中に生活安全課についての人間が淡井圭介の両顎割ったやつのその4人組の中の1名の人間なんだから、有馬警察署のすぐ横のオートバックスのところで歩いてる歩道に向かって立ちしょんべんしてる、もろ出しで。
で、それを僕の足元にかかったの。で、気づいてなかったの。そいつ、いろんなところをつきまとい行為してきてるの。ストーカー行為違反。警察官もそれしたらストーカー行為違反だから、多分警察官じゃない時期なんだと思う。そいつはそういうことしてたの。だと思う。で、あの、格闘技業界から警察官になるのも絶対無理だと思う。そこもエロ業界やから。ラウンドガードとか人間。捕まえなあかん連中ばっかりやから。本当に。もうこれが本当の話。いっぱい見たから。確認した。で、言った。で、もともとチャンピオンとかなってる人間は本当に結婚してる人間とか。何かどっかで、その、エロ業界ではありませんみたいな線引きなかったら、こっちも無理だから。その、シューバ株式会社にも、その平田っていうやつは来ていた。で、その時も髪の毛染めていた。長い期間髪の毛染めてる。で、シューバ株式会社の長時間労働させていた1年目の、竹縄っていう人も、その人も髪の毛染めていて、で、その人は他の従業員の、まあ髪の毛染めてる吉川くんに叱られていた。竹縄さんが現場出たらよかっただけでしょ。で、なんでこの人こんなに働かせなあかんのって、この人に何かあったら分かってんのって。この人の今までの話聞いたら、僕たちだって警察官になって文句言いたくなりますよって。で、うん、どこかからの話で文句言ってっていうことになってるんで、その人今警察官じゃないって言ったのかな、もう警察官だったのかな。で、その竹縄さんっていう人も髪の毛染めていて、で、もともと秀和株式会社で働く前に淡井圭介の家の前でなんか待ち伏せしていた。階段のところで座っていた。で、淡井圭介が階段登っていけないようにされていた。けども、もう少し記憶をたどっていくと、その人はフルーツラーパークで披露宴あげた人。確か。もともと淡井圭介をそのいろんな奴らが絡みに来るから俺が見といたるわみたいな形で、行ったんだと思います。働いていてそんなに変なことを言う人でもなかったんですけども、ただその人も法律に関する部分が甘くて、その時代も、あの、どこの運輸業も、そう、長距離トラックのドライバーとか、そう、一月300時間ぐらいとか、280時間とか、それ結構あって、今でも、ついこの間まであって、今でもあるところはあるみたいですよ。それは、あの、長距離運転をしている人間から聞きました。ついこの近年、2年以内前に。で、国が規制かけて、岸田政権の時に、その労働時間の規制を、しっかりとかけて、で、もうきりないから、あの、夜中は自動運転のトラックを、とりあえず名古屋から東京まで試験的に走らせる。それで、運搬できたら、今度は東京とか大阪間で走らせる。だから、間って言ったのは、あの、愛知県から、大阪まで運ぶこともあるし、大阪から愛知県ぐらいまでの間のところね。そこまでも、あの、自動運転で走らせる。で、正直、高速道路を自動運転で走らせるっていうことは、下道も、あの、自動運転になると思います。だって、高速道路の降り口で、運転手が待ち構えるわけにいかないでしょ。絶対そうでしょ、普通に考えたら。で、そうじゃなかったら、あの、僕も最終的に、秀和株式会社で、4シーズン目に、で、まあ、冬は、一つの冬をワンシーズンとして言ってるんですけども、4シーズン目の冬に、居眠り運転で横転事故になってるんですよ。だから死亡事故は昔から、運輸業の人たちが一番多くて、死亡しなかったとしても、トラックに挟む、あの、ね、あの、事故した時に、運転席で挟まれたりとか、いろいろあるから、いっぱい。昔からそうだから、世の中全体のことを、だからそのトラックの件に国が規制かけても、僕からのその内容を言って、岸田政権がやっと動いたところ。安倍政権の時も安倍さん言ってくれてるんですよ。だって総理が言っても効果はないんですよ。テレビ局の人間は悪い、
部分はあるでしょうし、警察官としても徹底的に、だから淡井さんが撮影してもそれは OK みたいなルール作ってくれなかったら無理です。本当に。それ理由で撮影させるために多分絡んできてる部分もあるから。こちらも相手特定せんかったら数多すぎるから、本当に。もう本当うんざりですね。